おはようございます。はい、ございます。今日のデイリーマインドセットは、気前がいいふりをしてケチな人間になるな。これちょっと難しいですね、うん、気前がいいふりをしてケチな人間になるな、これどういうことですか？2つのタイプがあって、はい、例えばケチなふりをして実は気前がいい人と、うん、実は逆にそう気前がいいふりして実はケチな人っているんですよ。なるほど。で、うん、で用意注意人物、用意注意人物っていうのはすごくその気前がいい感じないですよ最初は。はい。でも実はこのいざという時にすごくケチだったりして、その人は。はい。でそれってすごく危険なんですよ。で、なるほど。そうで。やっぱりその人間って二面性っていうのがあって、はい、なんていうかな、その表、これ結構いろんなその心理学の話になっちゃうかもしれないですけど、はい、やっぱりその裏表ってあるんですよ、人間のその仮面っていうのがあって、無意識っていうのがあって、うんうん、まあ、潜在意識とかいろいろあるんですけど、はい、でやっぱり表面的に見える部分っていうのはやっぱりそれは仮面のケースが多くて、うん、でその裏に実はその潜んでる無意識とかあるんですよ、いろんな潜在意識とかっていうのが、はい、そうなのですごくこう優しいとか優しくしてくれるとか、こう笑顔の人っているじゃないですか、はい、でも実はすごく悪魔が潜んでたりするんですよな、心の中に、うんうんうん、ありますよね。そうだからこれパートナーとか選ぶときとか、その友達を選ぶときとかビジネスやるときに、はい、そのすごく見てほしいんですよこういうことって、うんうん、でなんかすごくいいことばっかり言ってたり、こう優しいことばっかり言ってたり、うん、こう偽善者っぽい人っているじゃないですか。いますね。で、ああそうだねとか、うん、それはああ私はなんか子犬を助けましたとか、うんうん、で逆に実はその子犬を殺してるかもしれないですよ。うん、確かに。そう、でも逆ですよ、ね、そうでも逆になんかすごくこう。ヤクザっぽいかなとか、うんうん、なんかちょっとこの人危険なんじゃないかなって思う人に限って実はすごく心優しかったり、うん、だから例えば、ね、ひろたさん、平さんのご友人 の、 そのひろたさんとかもかなりこう見た目っていうのはこう、危険な感じがしますよね。しますね。けどすごく心優しくて心広くてっていう感じですよね、うん、そうですね。で例えばその村上さんとかもなんかその、うんうん、なんか立ちが悪そうな感じがするんですよね、見た目が、うん、しますね。けどすごく礼儀正しくてっていう感じなんで、うん、そうですね。そうだからそのやっぱり二面性っていうのをこう、おはようございます、松井です。 X ファミリーオフィスっていうね、特別な機関があります。 X ファミリーオフィスっていうのは、まあ、ファミリーオフィスっていうのは何なのかっていうと、富豪がね、大富豪が、プライベートに作る、そう、自分のね、死んだ後に家族とかのためにこう資産を守ってくれたり運用してくれたりする、まあ、そんな機関のことをファミリーオフィスって言うんですけど、まあ、アメリカには3000以上のファミリーオフィスが存在するって言われていて、まあ、スイスのファミリーオフィスでは資産が100億円以上、そして年間の手数料が1億円を超えるっていうふうにも言われているそうです、まあ、そんなね、エリート専門だったファミリーオフィスで一体どんなことが行われているのか、その秘密を明らかにする新しいファミリーオフィスっていうのが、謎の人物仙人さんっていう人によって創設されたみたいなんですね。詳細を知りたい人は、まあ、今すぐ下のリンクをクリックして X ファミリーオフィスの詳細を確認してほしいなって思います。今日は、そんなね、 X ファミリーオフィスの中から無料サンプル音声っていうのをご紹介しました。そう、今日のデイリーマイナスですね、今聞いてもらった音声がその無料サンプルになるわけですけども、それが、まあ、気前のいいふりをして、気前がいいふりをしてケチな人になるなっていう、まあ、ちょっと分かりにくい表現になってるんですけども、まあ、一言で言うと、いざっていう時にだけ気前よくしようねっていうことなんだと僕は思ったわけですね、うん、今回のサンプルの3分間のね、サンプル音声を聞いていただきましたけども、まあ、この音声の続きも含めて僕自身が今日ですね、学んだことっていうのをシェアします。学んだことは3つあります。1つ目は、いざという時に助けるために普段はお金の管理をシビアにしろっていうことですね。
まあ、具体的にこの言葉通りではなかったと思うんですけども、僕自身は今日のこの全体的な話の流れからそんなメッセージを受け取りました。実際僕自身は、まあ、人の命を救うためとか、まあ、いざという時にっていうところまで考えてなかったので、かなり衝撃というか、いい考えだなって思いました。で、X ファミリーオフィスではお金の守りについてかなりシビアな話が展開されています。なんで結構その単なる主戦度というか、ケチケチしてるだけのつまらない人間になる人が出現しないように、仙人さんはこの話を今日したみたいですね。まあ、確かに一見すると X ファミリーオフィスは主戦度になることを推奨しているように見えるんですけど、実際こう深く聞き込んでいくと、ケチケチするんではなく、しっかりとお金を意識的に使うというか、意識的に、そうですね、意識的に使おうっていう至極真っ当なお話なんですね。そう、しっかりと意識的にお金をね、使用していこうって、そんな風に僕も今日の話を聞いて思いました。で、次に2つ目の学びは、人には二面性があるっていうことを受け入れるっていうことですね。まあ、人間っていうのは二面性っていうのがあるんですよね。なんで、まあ、今この瞬間の印象を固めてしまったりですね、まあ、偏見で相手を裁かないように意識することを、今回の音声で学びました。まあ、音声の中でもあったんですけども、こう怖そうに見えて、優しい人とか、逆に優しそうに見えて怖い人とかね、まあ、人間っていろいろあるよっていう話があったんですけども、僕たちってついつい、まあ、この人はこういう人っていう感じでね、カテゴライズしたいっていう無意識のかなり強い欲求っていうのがあります。まあ、そうすることによって自分を守りたいっていうね、そういう本能だと思うんですけど、まあ、昔々遥か太古大昔はですね、原始時代において僕たちは自分が理解できてないイコール死っていうね、そういうシビアな時代があったわけです。なんで、あの集団の中で自分の立ち位置をね、わきまえないだけで文字通り本当に首が飛ぶ、リーダーより先にご飯食べたら死ぬっていう時代がねあったので、その時代の名残だと思うんですけども、僕たちはとにかく自分が理解してるって思いたいし、何だかこう分かってるって感じたいんですよね。だからこれはこうと決めつけて答えを求めてしまうわけです。まあ、その結果、その答えとかこれはこうっていう決めつけが固定概念になってしまい、そこ以外が見えなくなってしまう。最終的に目の前の人を的確に捉えることができなくなってしまいます。まあ、だからこそ固定概念を横に置いてあるがままにね、現実を見た方がいいんですけども、いかんせんこの理解したいっていう思いは生存本能と直結しているので、ほとんど無意識で自動的に作動します。なんで、まあ、できるだけ固定概念を外して、意識する必要があります。まあ、これに、これは人に対してだけじゃなくて、例えば意見とか振る舞いとかお金とかセルフイメージに対しても、セルフイメージに対してもとにかくこう固定したいっていう思いがあるので、それをね、意識して外すようにしていかないとまずいなっていうことを思いました。で、次にといきたいところですけども、まあ、そろそろね5分を過ぎていい時間になってきてますので、まあ、続きは別の機会があればお話ししたいと思います。で、この今回の紹介したサンプル音声の続きですよね、続きをしていきたい人は今すぐ下のリンクをクリックして、この X ファミリーオフィスに参加する方法っていうのをチェックしてほしいなって思います。で、このねリンクをクリックした先のレポートでは、フルバージョン、このサンプル音声のフルバージョンの入手方法の他にもですね、かなり面白い記事が満載していて、例えば仙人さんの地下弟子である高崎さんの結構大変な過去とか、あとお金の原則ですよね、お金を守るときに絶対やってはいけないことであったり、あとは男の子が男になる通過儀で、マサイ族に伝わる謎の儀式とかですね、かなり興味深い内容が書かれています。まあ、特にね通過儀礼の下りとかはかなり面白いというか、笑えるというか、衝撃的な内容になっているので、ヒルトンホテルの熱湯風呂とニンニク浣腸で悪性腫瘍を縮める謎の儀式とは一体何なんでしょうかっていうことで、その答えを知りたい人は今すぐね下のリンクをクリックしてチェックしてください。まあ、読むだけでも面白いと思うので、ぜひとも確認してくださいってことで、今日も一日頑張っていきましょう。それじゃあ今日も一日頑張っていきましょう。それじゃあまたね、チャオ